大丈夫。私の隊員を傷つけさせない。うん、君の言う通りにしよう。最も厄介な敵は優先的に片付けた方がいい。そうだろう？彼女の律者エネルギーは価値がある。少しも残すな。わかった。その件は天命の科学研究部があなたの体質をもとに、とそれは周りの環境から崩壊エネルギーを吸収蓄積、覚えていてほしい。あなたの体は他の人より崩壊エネルギーの増幅を受け入れやすい分、崩壊エネルギー過量になりやすいリスクもある。だから約束して、無理だけはしないで。責任感が強いのはわかるけど、自分の限界を超えるようなことはしないで。すみません隊長、約束したこと守れそうにありません。人化試練、崩壊エネルギー封印完全解除。Thank you.